人生脚本。人生脚本という言葉があります。精神分析の現代版とも言われている心理学理論交流分析の用語です。人はすでに幼い頃に無意識のうちに自分の未来の生き方の脚本を書いているという考え方です。 それが正ししいのかかかどうかはともかくともくて、人はただ目の前の現実に反射的に対応して生きているわけではなく自分の人生はこういうものであるだろうという漠然とした見通しを持って生きていることは確かでしょう例えば「愛する人と出会うとその人と一生一緒に生きていく」という脚本が「 心の中で出来上がります人間というのはそのようにして先のことまで思い描いてそれに沿って生きていこうとするものです未来を全く思い描かないなどということはむしろ不可能ですそしてもし思いがけずその人と別れることになってしまったらその人を失うだけでなく その人と一緒に生きるはずだった人生まで同時に失うことになってしまいますだからとても答えてしまうのです本当の人生を失って空っぽになったような虚なしさを覚えてしまうのですこのように人生の脚本は自分から進んで書き換える時もあれば 現実によって無理やりに書き換えさせられることもありますそのあたりもドラマの脚本と同じですね脚本家が自分で書き直す時もあればディレクターなどから不本意な書き直しを強制されることもあるいずれにしても一旦脚本を書いたらもうずっとその脚本通りに人生が進んでいく とということはままずありませんですからホヤのように「もうずっとこのままで」と思ってしまうのは危険なのです。